このハノン第1番は5つの音を上がって順番に降りるだけという非常にシンプルな音型で書かれています。なのでその分、前回の事前学習の回でお話ししたような、まず打鍵後にしっかり力が抜けているということ、そして次の音を準備できていることを確認する、このことでちゃんと意識をしながら丁寧に弾きましょう。一つこの1番の特徴を挙げるとすれば、ここ始まりの2音が3度の音程になっていること、一つ飛ばしで始まるんですね。この際、右手上行形では1から2の指で、この1と2の指って非常に開きやすい、なので右手は問題なくつかみやすい音程だとは思います。あらかじめこの3度の音程に1と2の指を用意した状態で弾き始めましょう。で、一方で左手のこの5と4の指って自然には開きにくい2本の指なんですね。この1番の目的として5と4の指の間を広げるというふうにも書かれているかもしれませんが、これをこの手の角度を固めてしまった状態で無理やり開こうとするのではなく、少し斜めに構えて弾くときに手首を回してあげれば自然にこのドからミにたどり着けるような形で手を準備します。そして弾き進める際に、この音の動き、指の動きに合わせて手首をそちら方向に運んであげるように、この鍵盤を弾くという動作を歩くことに例えれば分かりやすいかと思うんですけれども、足首だけを動かして歩くことって不可能ですよね。この膝も股関節も動かさないと足を前に進めることはできないと思います。同様に指だけで弾こうとするのではなくて、手をその進む方向に運んであげるという感覚、それこの1番でしっかりと習得しましょう。決して大げさな大きな動きではありませんが、自然な最小限の動きで手を運んであげる。そしてもう一つ、この第1番で押さえておきたい、習得しておきたいことが、指の準備、次の音を弾くための位置の確保を早めにできるようにということ。どういうことかと言いますと、初めはここ開いています。しかし次の鍵盤を弾いた瞬間にこの小指は閉じましょう。そして戻ってきた時には自然にこの次のこの鍵盤を打鍵できる位置に小指があるように。そしてこれを弾いた瞬間にまた次のこの3度の音程が弾けるように素早く広げます。右手も同様です。こういったことをなーなーにせずに、自分がきっちりと確認することができるぐらい前、テンポをゆっくりにして取り組みましょう。初めはどれくらいゆっくりでも構いません。しかしこの準備だけは素早く行うことができるように、広げる動作は素早く、で最後に通しでもう一度お見せします。